サビ自由州ルイジアナ中立地とは、スペイン領テファスト、アメリカ合衆国が、ルイジアナ購入により獲得した領土の境界線、紛争地域の名称を、スペインとアメリカ合衆国の地元当局者同士が話し合い、暫定的にどちらの国の司法権も及ばない、中立地帯として放置することとされた。現在は、ルイジアナ州西部に位置する、 この地域は1806年から1821年までこの状態が続いた。サビ自由州、ルイジアナ中立地帯、ルイジアナ中立領域、ルイジアナ無人地域などとも呼ばれる。スペインは長年にわたり、フランス領ルイジアナからスペイン領であるて、ハスへの移民流入に悩まされていた。1734年頃、フランスは中田市にあった全省基地を レッド側の東岸から西岸へと移動した。スペイン領総督のマヌエル・サンドバルは、このスペインが教会としていた、レッド側の越境行為に抗議しなかったことで、免職された。1740年、プルーテンシオデオロビオイ・バステラ総督は、中田市地域へのフランス人による侵入の調査を命じた。さらに別の調査が、1744年と1751年にも行われた。 1753年、テハス州総督のハチントで、バリオスイ・フアレウイは、フランス人が教会を超えて、テハス州に侵入し、レッド川支流のアロヨンド川の西岸地域を不法に、占拠していると断定した。1764年、フランスがスペインに、ルイジアナの植民地を割譲したため、この教会紛争は一時的には意味のないものとなった。割譲されたのは、 ミシシッピ川西川の広大な領域であったが、東岸のニューオーリンズとその隣接地域も一緒に割上された。この割上は最初の頃の境界紛争を解決するものではなかったが、当時の状況下では重要視されなかった。スペインはキューバのハバナからこの地域を管轄し、スペインに忠誠を誓った多くの国籍の者たちに実際の統治を移植した。年月日。 スペインが管理を続けていたのではあるが、第3次、サンイルデフォンソ条約によってルイジアナは、正式にフランスに取り戻されることになった。条約の条項は、フランスの手に戻ってからの領地の境界を明確にはしていなかった。条約の噂は、アメリカ合衆国からメキシコ湾へのアクセスを確保するためにミシシッピ川、川口の土地を購入したいと考えていた。 トーマス・ジェファーソン大統領の耳に届いた。一方でジェファーソンはナポレオンがフランス帝国のヨーロッパにおける戦費年出のためにルイジアナ領土全体を売っても構わないと思っていることが分かった。1803年11月30日、フランスは最終的にスペインからルイジアナの支配権を手にすると翌月の1803年12月20日にはニューオーリンズをまた 翌年の1804年3月10日には残りの領土を米国に売りさばいた。このルイジアナ購入はアメリカ合衆国の面積を2倍にし、太平洋のある西とメキシコ湾岸沿いへの拡大を導いた。領域の正確な境界はまだ決定していなかった。フランスから領地を購入したアメリカ合衆国は、フランスがスペインに活動する以前に主張していたのと同じ境界を主張した。 実際、この時米国は1684年にラサールがテキサスに作った臨時の入植地に関する記録を持ち出して西の教会はリオグランデ川であるとまで共弁することもあったが、真の狙いは現在はルイジアナ州とテキサス州の境界となっているサビーン川とすることであった。もちろんスペイン側の要求は以前と変わらず、 もっと東にあるアロヨンド川を境界とすることだった。境界紛争を解決する交渉は、1805年にスペインが米国との外交関係を断ち切ったことで、決裂した。1805年10月から1806年10月まで、サビーン川周辺では、言葉と軍事の両方の絶え間ない小競り合いが続いた。両国もに、当該地域付近に軍勢を集めているという噂が、巡った。 しかし、どちらの国も、係争地域で戦争をすることを望まなかった。さらなる武力衝突を避けるために、合衆国将軍のジェームズ・ウィルキンソンと、スペイン軍のシモンデ・エレラ・中佐の、係争地域の二人の軍司令官は、1806年11月5日、両国政府によって協会が正式に設定されるまで、ここを中立地帯とする協定に署名した。この協定は、 両国から手厚く尊重されたが条約ではないので、どちらの政府にも批准されなかった。この協定においても、中立地帯の境界は、完全には明示されなかった。アロヨンドとサビーム側は、それぞれ、東境界線と西境界線と名付けられた。南の境界は、間違いなく、メキシコ湾で、北の境界はおよそ32度線であったと思われる。そのためこの地域は、 現在のルイジアナ州のデソト軍、サビーン軍、ナカタ州軍、バーノン軍、ラピッツ軍、ボールガード軍、アレン軍、カルカ州軍、ジェファーソン・デビース軍、キャメロン軍を包括していた。協定でカバーされた地域は、両国の兵士とも立ち入り禁止であると宣言された。また協定は、中立地帯への入植も許可しないことを規定した。それにもかかわらず、 ニュースペインと合衆国領土双方から入植者たちが移住をし始めた。アメリカ人入植者の中には、スペイン政府から土地の払い下げを受ける者まで現れた。他の者らは、法的根拠なく不法占拠をした。この無法のエリアはまた、追放者、脱走兵、政治難民、金持ちになりたい者、そして様々な犯罪者を引きつけた。最終的に、ハイウェイマンらは、 旅行者たちから金品を巻き上げやすくするため、また、米国やスペインの軍隊から逃れるため、結託して、全焼基地を設置運営したり、スパイ網を組織するほどにまでになった。1810年とさらに1812年、両政府は無法者制罰のため、この地域に共同の軍事遠征隊を派遣した。ルイジアナ中部と南西部のこの地域には、レッドボーンズと呼ばれる。 その羊が現在も不明の根結の人々が入植した。1819年に署名され1821年に批准されたアダムズ・オニス条約は合衆国の主張を承認しサビーン側に協会を設定した。スペインはそのエリアへの主張を諦めた。しかしながら条約の後でも中立地帯とそれに東テキサスで1839年から1844年に 怒った武法者同士のレギュレーター対モデレーター戦争は中立地帯の初期の無政府状態にその原因があった。ありがとうございます。